はヒマラヤキャンプと AG のエベレスト隊との合同の総合会です。モダナアートにやってきました。やってきました。なんか聖なるものを感じますね。この車に乗って出発します。出発前の緊張感たっぷりのメンバーです。今日は8時間ぐらいこのバスでお世話になる予定です。一応皆さん元気です。ナマステイ。トラチャーチョリザ。トラチャーチョリザ。みんないらん。こういうのを通るときは地元の習わしとしては必ずこう時計回り、こっち側左回りで、こっち側通らない。あ、ダメだ、お前絶対無理だ。あられ箱庭の入り口のこの辺のどっかの山なんじゃないかな。いやもうこっちの方が結構ねやっぱ使われてるとは思う。確実にベースまで上がるんだったらこっちの方が上がれるし、まあ国境線上までは行ける。正面がパンカールヒマールの尾根、その左の谷か右の谷かどっちから入るかを決めていました。左の方が難しそうで面白そうなルート、誰も入ったことがないルートです。右の方は過去に人が入ったことがあるみたいな形です。明日左の方へ登っていき、ベースキャンプ張れる場所まで道を確保できるかを確認してから右に行くか左に行くか最終判断をします。おそらく左で誰も行ったことのないところへ進んでいきます。4月21日、今日はベースキャンプまでに上がるルートを、地元の役使いの兄ちゃん雇って、今偵察してます。もうちょっと上でもいいんじゃないかな。結構道は際どいところが多いですが、繋がっていることが分かったので明日ポーターを伴って、いよいよベースになります。4月22日、今日ベースキャンプに入る日の朝です。ここからは地元のポーター、ロバから地元のポーターに切り替えて、荷物
物をベースまで運んでもらいます。頑張ってください。本日は BC までみんなで上がってます。ポーターたちは30キロ近く担いでますが、すごいペースで登ってます。ディノス、あーポップコーン、ナマステ、ナマステ、もう一回、もう一回、うまい。ベースキャンプの定地、標高が4053メートル。今日のご飯は何ですか？ダールバーグです。イエーイ。テルンパイレットシアピンドジャイン。はい。4月27日です。今日は、3名で氷河のルート工作、ルート偵察を、行ってます。氷河の中に入ってきています。割と降雪の直後なので、ヒデンクレバスに注意しながら進んでいきます。はい、4月の29日です。本日から、2泊3日で偵察に行ってきます。4月30日あいにくの天気となってしまいましたので、今日はキャンプを上げずに、できるだけ氷河の偵察を行っていこうということになりました。まあ天気には叶いません。標高4900超えてきました。うまくアイスフォルタイの、ギザギザになっているところを避けながら、これまでルートを見つけてくることができました。この調子で上の段まで上がれたらいいんですけどね。その先のセラックを抜けたところで喜びに包まれるか絶望するか、行ってみての楽しみです。標高5050メートルまで偵察で上がってきましたが、もうあと一歩というところで阻まれてしまいました。黒稜線が見えてるだけにちょっと悔しいんですけど、ちょっとまた別のところに見出さなければなりません。いや、なかなかこれは一筋縄ではいきませんよ。もうちょっと左から遠回り気味に偵察に行ってみて、まあそれでもダメならもうダメでしょうね。なかなか厳しいです。
まあこの後キャンプに帰ってみんなでこうミーティングをしたんですけども、まあやっぱりこの氷河の状態だったら、まあここを突破するのは難しいよねっていう、まあ、結論になったんですよね。じゃあどうするっていう話をした時に、まあもうやっぱり思い切ってルート変更しようっていうことになったんですよね。だからまあ僕が彼らに提案したのは、分かった、まあルートは変更するのはいいよと、ルートを変更するからには、まあ今までこれここのルート行けなかったけども氷河の経験も積めたし、まあここから先は自分たちでいろいろ判断してやっていったらっていう話をしたんですよね。もう僕ではなくて、もう彼らに委ねて登山を続けることにしました。5月3日です。本日ベースキャンプを麓に移すために、ベースキャンプ一度撤収しました。ポーターさんたちにも再度集まってもらい、これから、小野村の対岸の平地の部分に再度ベースを張るために下山していきます。おー、火で山前で帯よ。さあさあ、あ、マーチャー、あら、どわ、わお、標高富士山に近くなってきました。いや、この登りきついけど眺めは飽きません。本当に素晴らしい。わお。これ階段つながってる。はい。標高4440メートルです。1500m 以上登ってきました。山田さん、山さん頑張って登ってみよう。はい。山田さん、ありがとうございます。行ってきます。ありがとうございます。気をつけて。標高4760m 超えてます。ここから、まあ、雪が出てきますよ。がもうちょっと先です。一応作戦としては、僕を含めて荷上げをする4人と、偵察をする2人に分かれて今、行動してます。あれはパンカルヒマールの1個前の稜線ですかね。最高です。大丈夫さん、ありがとう。みんなありがとう。イエーイ、C1 から C2 に向かっています。本日の牧歌隊は、渡辺、松山、力の3人です。絶景の中、先発隊を追いかけて慎重に進んでいきます。標高 5160m です。ここから本格的に氷河に入っていきます。先ほどまで視界がなかったですが、今ちょっとよく見えるようになってきました。とりあえずこの1段上がったところ、5200ぐらいのところに、爆影的地あり、とのことですが、もし上げれそうだったらもうちょっと上げたいなというところでもあります。
本日は大城さん、達郎さん、チカラの3人で偵察中です。正面の大きな車ですよ。セラフィタよ、右から越えていきます。天気はいいんですけど、非常に風が強くて時間がかかりになってます。ずっとの氷河を乗り越えて、ようやく安定した氷河がのところまで来ました。左に見えているのが我々の目標とするバンカルヒマール、右に見えているのがサーラヒマール、間のコルボが、中国との国境稜線になります。イエーイ、いいのは大丈夫さ。ふぅー、気を抜かずに進んでいきたいと思います。先発隊がつけたルートをたどって、現在5300m です。ついに目標としてきた、バンカルヒマール、目の前にまで迫ってきました。目標としていた安定としている氷河のプラトー、やっと来ました。登頂目標予定は、5月8日明日なんですけれども、その偵察として行けるところまで行こうと思って今日行きました。国境稜線までのトレースをつけに回ってきています。この作業をやるかやらないかで、明日の登頂の大変さ楽さに大きく関わってきます。国境稜線までもう少しです。あそこまで越えたらチベット側がドーンと開けるんじゃないかなと思います。あと少し。無事アイスポール帯を突破できました。正面にバンカルヒマール見えます。先行の偵察の3人もよく見えます。はい、チベットとネパールの国境に着きました。チベットネパール、そしてこちらに来ると我々の目標とするバンカルヒマールが見えております。あの一番奥です。明日はあそこまで全員で上がりたいと思います。頑張りましょう。頑張りましょう。現在出発準備中です。まもなく国境稜線です。さあ向こうがどんな景色でしょうか。楽しみです。チベットとの国境に来ました。ああ素晴らしい。こちら側がサワラの方ですね。山頂もちょっとです。おい松、後ろがヒマルチュリと P29 が、よく見えてます。これ国境稜線です。多分あの一番奥のピークがファンカールではないかと思われます。意外と遠いんだよな、近く見て。先行する花谷松山ペアです。頑張っていきます。標高5800を超えてます。
東方パンカールヒマール方まで、もうあと5分の距離に来ました。誰が先に頂上に立つかちょっと小競り合いがありましたが、いよいよです。やったね、ハイリー。じゃあ、うん、この辺で。お疲れ様でした。ありがとうございます。おい、ここがパンカールヒマール峰、6264m からの景色です。チベット川、そしてガネッシュヒマール、ヒマール樹にマナスルがしっかりと見えています。皆さんやりました、イエーイおい大将一言。あーもう東京させていただきました。また水戸をやりますありがとうございます。はいりー、頑張ってよかった、みんなありがとう、嬉しいほんとありがとうございました。本当にみんなのおかげで登場できたと思ってます。この機会に僕も強くなって、みんなみたいに強くなってなりたいなと思います。本当ありがとうございます。こんな機会をいただいて本当にありがとうございました。こんな景色なかなか見られないです。最高です、ありがとうみんなで水戸を誇れてよかったです。さん、はい、お疲れ様でした。さん、おめでとうございます一時はどうなることかと思ったけど、ルートを変えて、まあ、全員で登頂を呼んできて本当に良かったと思います。毎度言ってますけど、まだ工程の半分です、ね、ここが半分なんで、ちょっと危うい位置もあるので気をつけて登山しましょう。はい、はい、とりあえず皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。よし、イエーイ、ありがとう。ちょっとこの景色をね、すごいね。ああいい感じ。こちらが当初行こうとしてたルート、ああもしかしたら行けるかかもしれない。まあ、キッパロンですね。その先の両サイド下を向かいます。雪が降ってます。ピークの帰りです。ちょっと雪の道に行くわ。4400無理やり降りてきました。本日は登頂した日です。外が大雪と雷でえらいことになってます最高です。
5月9日 C1 の朝です。お願いします登山は登山はまだ終わってませんでした。一晩で30センチ弱積もって、はい、えらいことになってしまいました。なんか別の山に来たような雰囲気です。俺ら昨日頂上立ったんだよな。はい、確かよかったね。これ難易度が上がったというか、これ一日違ってたら登山そのものが終わってた可能性が高いです。うん、雪の中下山してます。挙動装備に入ったダッフルバッグを交代で持って、もうすぐダーさんたちと合流できそうです。村が見えてきました。みんな無事に降りてきましたよ。あともう少しこのツルツルの斜面を降り切ればゴールです。予定通り、ベースキャンプに戻ってくることができました。天気がいいので早速、乾かします。もうベース中至る所が、干物だらけになってます。